今スポーツもののラノベを書き始めたんですけどたくさん読んでもらえるための何かアドバイスをください。タイトルを目立たせるのが重要だと思います。要はあの小説ってあの、まあ、アニメとかって絵柄とかありますからそれもないじゃないですか。なので小説読むかどうかって ま、村上春樹という名前だったらいいんですよ。もしあなたがね、たまたま村から春樹っていう名前で、村上春樹っていう名前で小説を発表すると、何人かは騙されて読んでくれると思うんですよ。でもきっと村上春樹ではないと思うので、多分名前では読んでもらえないんですよね。そうすると、タイトルで読んでもらうしかないと。 でその今のところ日本って何々の何々とか転生したら何々だったみたいなタイトルっていうだけで読む人っていうのがいるんですよ。なのでそこの要は今流行ってるタイトルをパクるっていうパターンともう一つのパターンっていうのがあって「涼宮春日2」とか書いて出しちゃう。で多分ね「涼宮春日」で「取ってないと思うんだよね小説取ってんのかな?」っていう感じで有名なラノベで「商標を取ってないやつを探してください」。 なんかなんとかのレールガンみたいなので、その賞票を取ってない小説のツーって書いて発表してみてください。多分結構読まれます。はい。その後怒られる僕は知りません。